入って16頭ゲートインが終わりますスタートしましたまず1コーナーを目指して先行争いです6番鋼がわずかにこうスタート先行争い一戦の中13番ポルトドールが行きそうです12番ダリオールショコラうち7番のバレンタインソングと合わせて3頭先行3番シャイニーゼネラル外は14番ナイトフォールん1 5番ガーランドスタイルと広がって1コーナーをカーブします わずかに7番バレンタイン・ソングが内を開けて先頭に立ちます並んで12番のダリオール・ショコラそして13番ポルトドール3頭先行で2コーナーのカーブに差し掛かります4番手が15番のガーランド・スタイル5番手追走14番ナイト・フォール・サント内輪3番のシャイニー・ゼネラルで向こう上面に入ります差がなく追い上げる10番コスモチ・プリアと9番マルカ・ブリッツ向こう上面に入ってかなり先行グループはばらけてきました 中段2馬身差で4番キャリー・ハピですその後ろ2番のダズリング・ブレイブここは先頭まで123馬身向こう上面、中ほどあとは5馬身空きました後方6番鋼、鋼8番、ザ・レッド・イット・ビー16番、名将・大峰11番、山勝・ラナウェイ後ろから2頭目5番、シェーヌ・ダンクル 1000m1 分1秒4と計測最後方離れて1番のサマニテイ・ヨーです。 3コーナーカーブ先頭は7番のバレンタインソングその内を救うように10番コスモチプリアが2番手外は15番ガーランドスタイル34コーナー中間4番手になった13番ポルトドールで4コーナー5番手サカにニムチが入って4番のキャリーハピネスですその後ろからは2番のダズリングブレイブが押し上げて現在6番手 先頭7番のバレンタイン・ソングで4コーナーから直線に向きました、ババの中ほどへと出しました、2番手は15番のガーランド・スタイル、3番手が広がって、キャリー・ハピネス、外からはダズリング・ブレイブ、1番、外は6番の鋼が追い込んできた、横に広がった、15番のガーランド・スタイル、2番のダズリング・ブレイブ、内粘って7番、バレンタイン・ソング、3頭に絞られた、15番、ガーランド・スタイルか、2番、ダズリング・ブレイブ、ダズリング・ブレイブが捉えてゴール。